福岡工業大学と韓国の釜山産業大学の姉妹校提携調印式が12月5日笹川記念会館で執り行われました。いやなかなかね時間が取れなくてですね、昨日朝早くから名古屋ね消防の大会があったもんで、私が消防の元帥で地方の知事はわしの下で大将をやってくれてるもんだ。調印には福岡工大を代表して笹川良一理事長が、また釜山産業大学側は李光洙副学長が立ち会い、厳粛な雰囲気の中式は進行していきます。この提携で両校の技術交流、相互研修が大いに促進されることになり、学問の立場から日韓親善の実を挙げることにもなるでしょう。